私は夏が嫌いですっていうか暑いのが嫌いなんです。そうです。なんで？だって汗かくし、汗かいたらこう汗が目立つし嫌なんです。ロックスターがね、なんか暑中2枚っていうなんか熱い熱いっていうあの歌をね、私見つけてしまいまして、あれは私ちょっと気に入ってるんですけど。はい、ここでですね、ボーカルチェンジいたしまして。はい、よいかい？ボーカルチェンジします。こっちは大丈夫だとそっちは大丈夫ですか。はい、こっから賑やかな。
3回落ちたよ。そうなの。なんだろう今日。はい、バンドでやるときはですね、浜田省吾さんの歌が多くなるんですね。で次は、同じくバラードでいきます。ちょっと忙しそうなんでちょっと待ちます。頑張れ。はい、大丈夫。はい、行きましょう。
ということでした。それではここでメンバー紹介をしましょうかね。端からいきます。この方はチューブのトリビュートバンドをやってまして、ほら顔がそっくりでしょ。でこの間ねチューブのねワウワウでコンサートやってたんですけど、見て笑っちゃったんです。似すぎてて。しょうがないね。しょうがないね。ギターマンツ。イエーイ。でこの奥にいる、ドラムはですね、ピアノやるし、ベース弾く、ギターやる、で、あとなんだっけ、歌うんだよ。あ、歌歌って、そうそう。で、ドラムがまあ本職らしいんですけどね、いろいろマルチな人です。岩永慎。で、あの一番奥にあの守護神のように立ってるあの人は、この人もあの歌をね、ソロでもやるし、いろんなバンドやってます。で、なんだっけ、あ、そうそうそう、ね、名前がね、俺言えないんだよね。全国寺川和田ある滑舌が来てる。ありがとうございます。全国寺川ベース、全福地川渡る。でこの小さい人はですね、あの庄司舞台さんみたいと違うんですよ。そう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 。金土日曜さんじゃないのね。ね、今日ちょっとね、キーボードデビューでもボロボロ。そう、キーボードがね、あの仕事を忙しくて辞めちゃってね、あの、そうそうそう、あの、でもすごい練習ね、励んでね、もうね、うん、あ、いいからいいから、そういうね、こと言わなくていいよ、いいんだよ、いいんだよ、ありがとうございます。あ、そうそうそう、下北沢で、有名なカレー屋さんやってます、インドカレー、インドっていうね、笑っちゃう名前ですね。インドカレーインドです。あのインド食何もない、インドカレーインドでございます。で、俺なんだ。黒でございます。よろしくお願いします。はい、黒ちゃんね、最初ね、2人で始めたり3人でやったりとか、だんだんこうやってね、みんなで楽しくね、できることにね、感謝感謝、本当感謝感謝。そうそう、最初この人に、立ち飲み屋で話しかけられて、そこから始まりました。飲みそうな感じでしょ。あの、逆なしました。じゃあね、音楽やってるのは知ってたの？全然知らないですよ。だって僕もやってなかったからね。で、それが4年前。ただ飲んでただけ。はい、それでは後半戦、ちょっとにぎやかな曲いきます。
彼女いませんよ。それでは京都で、はい、あ、浜翔じゃあ浜風。浜風は横浜で結成したの浜と、で風はあのフォークデュオの風をやりたい、うん、そうそう、もともとあの風をやろうって集まってあのやったんですけど、で浜田翔吾もやろうっていうことになって、まあ いろいろね、大丈夫ですか、はい、ではあの、はい、最後の曲なんですけど、まだやるんです。そうね、まだやるんです。いやもうね、今お金っていう歌を歌いましたけど、相変わらずあの縁がありませんでね、ええ、でも僕の若い頃の夢は金持ちじゃなくて、あの誰かと音楽やりたいなと思っていたんですよ、若い頃ね。でも当時はね、なんか知んないけど周りに音楽やる人がいなくて、一人でギター弾いたり、なんかマルチトラックでこう重ねて録音したりしてたんですね。でもそれから数十年後にこう60歳目前にこの庄司歌いさんだっけ、年恵さんじゃないの、あ、年恵さんか、そうでもない、そうでもない、さつきさんに会って、あのじゃあやろうよっつって、それからこうバンドの人たちが少しずつ集まってきて今に至りますから、だからそういう意味じゃ夢が叶ったわけですよね。あ、ありがとうございます。だからいつこの世の中夢が叶うか分かんないなっていう不思議ですよね。で最後の曲はですね、僕の大好きな風の曲で、この曲をバンドでできることと、そして皆さんにこうやって聴いていただけることがとても嬉しく思います。じゃあ最後に聴いてください。切ない友情と恋の歌です。君と歩いた青春。Thank you.
ありがとうございました。浜風でした。